かと。はい、ということで始まりました佐藤あゆの妄想女子会番外編、オフからのスタートです。はい、ということで、あ、はい、MC の佐藤あゆです、よろしくお願いします。はい、はい、女優やっております南美咲です、よろしくお願いします。はい、松田よしきです、よろしくお願いします。お願いします。この週、この前にちょっと生配信でやらせていただいたんですけど、うん、これだったね。そうです、これです。気になる方はぜひ見てください、うん、ということで、あの、やっていこうと思います、うん、で、うん、今回、うん、観覧に来ていただいてる、名前出すのかあれなんですかね、しゅんかさん、いいんですかね、しゅんかさん、いいです、ね、はい、しゅんかさん、しゅんかしゅうとうさんという、はい、方がいつも観覧に来てくださるんですけど、うん、毎回ね、差し入れを持ってきてくださるんですよ、うん、差し入れありがたいですね、ありがとうございます。皆さんの前でというか、うん、これちょっといただこうかなと、はい、いや本当にそう思います。もうそれはあゆさんがやっぱ先開けてますね、まあ、中身も今分かってない状態なんで結構ね、じらしてくる方なんですよ、ドキ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 しながら、ね、2つある、お、2つある、みんなに個数であれなのかな、別？うわ、あ、ありがとう、いろんな人のもの出てきてくれ、アペン、アペン、なにこれ、何が入ってるかな、あー、バターサンドじゃない、バター、あー、じゃん、バターサンド、あ、ほんとだ、バターサンドっぽい、ケーサンドみたいなやつ、めちゃくちゃ美味しい、絶対美味しいやつ、あ、なんか挟んでるわ、レーズン、バターサンドだ、レーズン、レーズンが挟んでる、レーズン的な、あ、ありがとうございます、いただきます、ありがとうございます、あ、すいません、私もいただこう、あ、社長、社長のちょっと避けといてこの社長の分とか他の避けとえ、こっちは、こっちも一緒、別の、別のお店のやつです、いや、そう、じゃあまた、いつもめちゃめちゃいいお菓子を ねえ、本当にすごい、ね、何も出た時ね、あゆさんの番組出た時も素敵な、そう、可愛らしい、ドラ焼きとかなんかやったし、プリンもあったしね、うん、美味しかった、なんかマカロンの大きいのもあったしね、全部覚えてる、何これ、なん、お、すごい入ってる、何かな、じゃん、お、お芋パイ、お芋パイ、いい、お芋いいね、今の季節に、今の季節に、え、もう一種類、お芋パイと、お芋パイ、お芋パイ、お芋パイ、え、お芋パイだよ、お芋パイ、あ、ん、すぐ、なにこれ、なんだろう、すぐレモン、すぐレモン、あー、すぐレモン、レモン味のレモンのパイ、え、ちゃんとレモンの形になってる、そう、本当だ、うん、ちょっと、なんですかね、マドレーヌっぽい感じ、うん、かわいい、すごい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いつも。かわいい。今日はこれをちょっと食べながらね。実食しながら。はい。いこうと思います。はい、お湯元でも出しとくね。出しとく。はい。どっちがいいかね。ね、浅草で買ったの？浅草。全部浅草名物って書いてある。浅草いいのいっぱいありますからね。やっぱ。和だね。和、ね。あ、でもこれはよ、うん。ありがとうございます。これ。すぐレモン、いただこう、ありがとうございます、ありがとうございます、いただきます、早速いただきます、私はこのお芋パイの方、じゃあ僕はそのレモンの方で、はい、バターサンド、はい、あ、食レポが問われるそんなすごいハードなところじゃないですよ食レポなんてやったことないから、そうっすね、普通やんない勉強になりますからね、うん、あ、でも、ね、レモンのやつ、レモンの香りが、あ、甘い香りがする、そっか、すぐレモン、すぐレモン、お芋の匂いがする、すぐれたじゃ あ, あ、どうぞ、じゃあ、いいですか、すぐレモンから、あ、すぐレモンからいきます、すぐレモンからいきます、じゃあ、すいません、いただきます、実食します、すぐレモン、おい、結構大きい、あ、美味しいです、レモンの中、そのあんの中にレモンの果肉っていうか、それが入ってて美味しい、ね、あん、美味しい、和菓子っぽいの、あんってこと、和菓子です、うんうんうん、なりきり選手権、何を、はい、スイーツの、うん、あの、もうレジェンドみたいな、はい、あ、人がこれを食べた時の
コメント。あ、なるほど。うわむずい。はい、評論家だ、評論家みたいな。的場浩司さんとか。あー好きですよね、甘いもの、はい、食べるの怖くなってきた。どうぞ、じゃあ、よしきさんどうぞ。遊ばれる。デリシャース。はい、交番です。交番です。最高。交番です。姉さん最高。ありがとうございました。あ、もうめっちゃ美味しいです。画面の外出てってもらって。あ、ありがとうございます。今日のお仕事終わりでございます。悲しすぎ。聞かせてよ。難しい。これでしれっと食べてますから、ね。いや、めちゃくちゃ美味しい。もう。あ、どうぞ。あ、どうぞ。じゃあ、いただき、お芋パイ。お芋パイじゃないか。お芋パイじゃない？お芋パイやったから、よかった。お芋パイいただきます。お芋の香りが結構食べた瞬間ふわっと、うん、すごい今の季節にぴったりの味です。うまい。あと皮がすごいいいの、うん、硬くもなく柔らかすぎずで、うん、ちょうど食べやすい、うん、感触の、うん、君誰だ。いや、ちゃんと愛の手入れますよ。愛の手、誰だって人間ですよ、演者ですよ。うまっ。美味しいんだ、うん、気になる、気になるな、それね、美味しい、ね、お芋っぽい気になるわ、うん、今のところね、お芋っぽいの方が気になりますね、うん、レモンも美味しいですよ。こんなヘイトやめて。じゃあ、あゆさん、はい、バターサンド、バターサンド、いただきます。あ、いいね、香りから入る。美味しすぎて今笑ってる。あ、そっか、ね、CM 確定だ。どうしてるの。オーディオコメンタリーじゃあ香りいくって私もう考えなかった。美味しいです。美味しい。あのね、うん、北海道にマルセのバターサンドっていうやつがあるんです。レーズンの、あのは確かクッキー生地がちょっと固めなんです。あ、で、まあ、なんか中のレーズンとか中の感じはちょっと似てて、おいし、まあ、もちろんどっちも美味しいんですけど、こっちは外側のクッキーが柔らかい、あ、しとしと系クッキー、しっとり、しっとり系。そうそうそう。え、でも本当にそう。まあ、焼く前のクッキー美味しいの分かります？美味しいですよね、うん、すごい好き。え、焼く前も美味しい。お腹は壊す。お腹は壊す。食べ過ぎる、ね、そうそうそう、なんか生焼けぐらいの感じがね、うん、なんか食べやすいしね、うん、美味しいですよ。え、うまくない？コメント。いや、うまい、いいと思います。なんかレポーターに見えてきた。やった、ここまで言わなきゃいけない。レポーターの役。うまくないまで言わなきゃいけない。え、うまい。あ、間違った、美味しいです。うまい。いや、これレモンのやつ後から見たらジュレみたいな。それ、それだよ、うん、それが必要なんだよ。ジュレよ。それが必要なんだよ。後で気づいた。でも果肉の感じも美味しい、めちゃくちゃ美味しい。今お酒飲んでるんですね、私たち、うん、前の生配信の妄想女子会の時にちょっといただいて、うん、のまま引き続き飲んでるんですけど、はい、合うね、こいつら、お酒の、うん、こいつら。これ分かんない、私はちょっとハイボールと飲んでるので、はい、ちょっと合うんですけど、うん、甘い甘いとかだとちょっと分かんないかもしれないけど、この感じだと、うん、確かに進みます。お酒はいつもやっぱくださるから瞬間だから、うん、やっぱあの佐藤さんの番組の時だけポンポン出てくるのか。酔っ払ってるから。そう、篠宮さんの番組出たことあるけど、お酒を飲むわけじゃないから、うん、いつもそんな出てこない。私酔っ払ってるから。そう、ポンポン出てくる。フリーですからね、なるべくね、うん、聞かさらない系配信を目指してますから、ね、あ、いいことだ。いや、いつも楽しいんだ。よかったよかった。楽しいのが楽しいからね。実食中でございます。あ、なんかそれで、それで、それで、これで、これでも、これでも、硬すぎず、緩すぎずって言われてますからね。まあ、まあ、そうですね、うん。ちょうどこのクッキーの生地ぐらい。まあ、そうです、うん、はい。まあ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 、そうですね。うまい。座布団3つです。田中くん。山田くんじゃない。あれ山田くんか。やべえ、山田くんだ。
いやでも今も今も参加してる側かな多分、うん、あそうなんですか、うん、はいそうです、うん、え昇格したえチーム誰呼んでるの分かんないですちょっと今すぐ見ようはいなんだっけ、はい、そうそれでそうなんです妄想女子会が2周年を迎えたということで、はい、来月の妄想女子会はちょっと2周年記念で何かしようかなと思っておりまして、まあ、忘年会も兼ね、うん、あなるほど、うん、でおりますが、うん、別に何をしようと今決まってないので、はいまあ、ちょっとしたね企画案というか企画案これはいいんじゃないっていうお話ができればなっていう、うん、一番最初何やってたんですかやってたっけ多分それ原点回帰でそれをやるっていうのも一つの手です、ね、賢いないろいろやってますやっぱ2年後になってねめちゃくちゃいろいろやってますあやさんの番組はこういう毎回違いますこういうあちょっと物をいい特にケントさんおれば今日良かったよね一番出てる確かに一番分かってるボードゲーム 系とかそういうのなんか、ね、それね苦肉の坂ぐらいなんですよねやってますけど、うん、基本的にはあゆさんが持ち込んでくるやつの方が多かった、うんうん、じゃあ一番最初持ち込んだやつって何ですか何やろな妄想女子会だったんで言われたいセリフとかなんかそういうのやってた気がします、うん、このシチュエーションでどうこうとか、まあ、ちょっと勝手に原点回帰してるのかもしれないけど今意外と、うん、意外と僕が作ったのが、うん、そういうことが2年もって妄想は、ね、結構妄想の世界に入り込んでやりましょうみたいな感じでやってましたね、知らず知らずに原点回帰してた、うん、やっぱその当初は女性が多かった多かったです。ケントさん、でもケントさんだけ最初から言ったけど。ケントさんも最初は女装してました。そう、そうなの。健康、健康、健康。メイクして。本当にメイク。ドンキで買っただから。めちゃくちゃやばい。マジでやばいね。マジでやばいんだ。ド派手な。ド派手なメイク。ドラッグクイーン感。ドラッグクイーン。ドラッグクイーンって相当ですよ。相当メイクしてる。メイクして。健康で。キンキブーツでしか聞いたことがない。いや、そうそうそう。もうがっつりやって。へぇ。まあでも、ケント君はあくまでもケント君なんで。そう、確かに。ケント君が派手な女性の化粧をしたっていう。あなんかそれの行ったり来たりが時間かかるからちょっとやめてもらっていいかからちょっと言っちゃったんですけどあそうなんだ健康になるのかならないのかの時間がね、うん、延べで結構あるんですよ、うん、5分ぐらいになるんですよ全体的に、うんでまあ、楽しいからたまに出てくる分にはすごい楽しいけど、うん、ずっといたら多分健人さん自体も ね大変だろうなと思ってもう一つ健康になっちゃってから、うん、メイク落とし買うの忘れてたって言ってそうだから外出るの大変ですよねいや健康の状態で近くのコンビニまで買えない怖いよ怖いよケントさんが疲れちゃうからいやもう本当にそれあったねそんなのこっちが佐藤あゆかなってなっちゃいますねえやだよやだよキャラが濃すぎて持ってかれるんでしょでも本当ねケントさんは私よりこの番組出てるっていう意味わかんないからねそうですねあそっかお休み会が今日で、ね、ちょうど同点ぐらいだったのが確かに、はい、よっしゃよっしゃじゃないんだよ自慢じゃないなるほどね私がこうほやほや多分ねでやってるのをね支えてもらってるたんですよ、うん、今日いないけど今日はたまたまねそうですよねそうなんだ限定関係だもん何やるんですかね。何やるんですか。先輩獣も面白いですね。過去を振り返ってみようって、ね。ああ。だから今までの企画上げてって。だから本当に最初の頃のあゆさんの画像を出してみる。やだー。それちょっと面白い。だって私今の方が絶対太ってるもん。なんかね、その時もなんかいろいろストレスで5キロぐらい痩せてたんですよ。今よりも。そう。うん。もうカリッカリで。ストレスためて痩せる人なんですね。痩せるか太るかどっちかない。あもうどっちかに急行します結構、まあ。その時は痩せてて。まあもしかしたら店長さんが大変かもしれないですけど、今までの歴代のシーンをちょっと集めて、もうダイジェストにやるっていうのは。こんなんできる？ちょっと難しいんじゃない？それがちょっとむずいかもしれない。あやっぱそうですよね。うん、静止画でいいんだったら、失礼します。あでもそれ。いろんなあゆさんを。私のチェキをね
だからもう1年半分ぐらいですかね、持ってるから、それすごい貯めてくれてるんですよ、舞台のも含めて。それネタで使わせてもらえますか。やめて。え、なんかいや、これ私が考えない方がいいのかもしれない。いや、でも静止、ね、恥ずかしい。静止がもうそれで振り返るっていうのはありかもしれない。本当に。か、この1時間の間に今まで楽しかったゲームをやってみると。ああ。ちょっとずつ。それかに、あのダイジェストとして。うん、そう、15分10分ぐらい。それもいいね。コロコロ行って、うん。うん。楽しそう。こんなんやってこんなんやってねみたいな。うん、とりあえず 100% 皆さんお酒はね飲む会になるんで、ね、来月は、ね、うん、確実になかなかアイチェキ入れたの私カードゲーム以来かもしれないな。カード出すね、うん、こう戦いみたいな感じ。途中から自撮りチェキっていうのも恒例でやるようになって、なるほどね、チェキ1個だけ私がこうやって自分で撮るっていうやつを、なるほど、ね、この赤は 100% みたいな、これは 70% みたいな。カードゲーム化していくの。そうそうそう、戦闘力みたいな。やだ、特殊効果が増えるんかな。そうそう、もうピンク着とったらちょっと30ぐらい下げてでも守備力が上がるってこと。赤だとしたら先月が一番強いですね。あ、そっか、赤ね、強かったから、うん、ちょっとパソコンを探してみますね、うん、昔のあゆさんの写真とかあるかもしれない。変わってんじゃない、うん、あの浴衣のやつある。うわやだ、ちょっと取り繕ってる。初めての初めてのクルーズ TV の時の私が、うん、あの浴衣 TV みたいな感じで、うん、夏だったんです、うんうん、であるの一発目、自撮りの一発目もある。あ、自撮りの一発目、びっくりした。いいよ、それ来月見ようよ店長、今じゃないよ。まだなんで見んだよ、ね、なんで見んだよ。違うかも、うん、違うでしょ。もう私毎回本当にそんな違うんだ、ごめんなさい。言わない。違いますよね。そんな違うの。本当に多分月ごとぐらいで私雰囲気とか、うん、全部違うんですよ、うん、髪型も服装もメイクも全部よく変わってよく気づかれないことが多いんで、うん、面白いかもしれない、うん、出していくのは。え、ここ2年になって何が一番変わりました？落ち着いた。あ、そういうこと。最初はやっぱり何が一番変わったやつです。一番変わったやつ。どういうこと？髪とかってこと？なんか何でも、何でもいい。何かメイク。自分の中で何が一番変わりました？え、マジでメンタル面だと思います。あー、大人になっていくから。なんかね、なんだろうね、余裕が出てきたっていうことなの。ガチャガチャしてたんですよ、うん、もうちょっと前の時、2年前の時って、うん、私22とかぐらいだったんで、うん、まあガチャガチャしてたし、あ、取り繕おうとでも頑張ってたんです。あ、それだわ、それ一番大きい、はい、あの頑張ってたんですよ、うん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 、人によく見られようと思ってるわけではないけど、それが癖づいていたし、しっかりしようって思ってたの、うん、それをここ1年とか2年ぐらいで頑張って取ろうと思って、うん、まあ、頑張りすぎてたっていう。そう、うん、ナチュラルに生きよう。2周年でよかったですね。この回じゃあここで終わるんで、ああ見たい方は来月見てください。そうですね、来月12月、はい、クリスマス前だからね。うわー、やだー。あー、やなんかいい。やなんかいい。じゃあでも今だとね、演出の裏仕事も演出の女性の方やってるしね。やってますね。12月18日は姉さんはまだ予定入ってるんですか？まだわかんないが入れた、はい、うん、まだ疲れた、まあ、舞台とどんかぶりではありますけど、これは本当に無理せず、うん、いやでもちょっと行けるときは、ね、え、なんで16から18って言ったんですか？16から18です。18なんて、ね、ね、まあ、公表は割とできないですけど、割とそれはないかもしれないですけど、でももう来月のことですからね、うん、そうだね、わかんないですから、まあまあまあ、まだちょっとスケジュールも細かいのが出てくるので、うん、確かに、うん、ね、なさらず、はい、なさらず、うん、楽しみ、そんな感じで行きましょう、はいはい、もう終わりこ、もう20分だったんですね。早い。食レポしとった、ね、食べとったらもうしっかり食べて美味しかった、しっかり食べたね。ちゃんと
ほぼほぼなくなってる。あゆさんの食レポが一番良かった。何だっけ？なんか言ったっけ？なんかあのレポーターみたいな。あ、本当？匂いから入るのが。そうだ、やめて。本当やめて。私この一言のせいであんま味入ってない。本当に。あ、なるほど。あやさんは匂いから入る。匂いフェチなもので。匂いフェチはもう 2年間ずっと言ってます。言ってますね。最初から言ってますね。ずっと言ってる。変わらず匂いフェチです。はい、以上で終わろうと思います。はい。はい。いいなって思った方は。ベル通知設定、チャンネル登録、うん、高評価、はい、いいねボタン、ぜひ、あれ一緒か、いいねボタンと高評価一緒か、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、来月のね、妄想女子会2周年記念、よかったら見てください、はい、では、ありがとうございました。ありがとうございました。